はいどうも皆さんこんにちは、ピースケスです。というわけで本日も、オツ禁止のモンスターハンターワールドアイスボーンやっていこうかなと思います。で、今回は探索に行けと、はい、言われてるんで、まあ行きましょうか。はい、お母さんごだね。レッツゴー。とりあえず今回の探索はね、確かチツヤックの討伐が目的だった気がするんで、まあとっとと探していこうか。おブサイクなミッキーマウス。お、来た。まぶしい。なんだ、幻聴でいいのか。おお、はい、ってことでやってこうか。ちょっと待って、痛い。あ、はい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 。ちょっと、はいはいはい。あ、これ通常弾速射か。通常弾速射の眩しいの。ちょっと待って、ちょっと待って。はいはい。待って、他に速射は通常じゃん、通常じゃんだけが速射できんの。まあ、いや。鉄鋼弾、鉄鋼榴弾、もう。おー、反動でかすぎ。眩しすぎ。よし。で、ちょっと待って。マジで操作方法がわかんないんだが、ライトボーガンなんて普段使わないから。ちょっと待って。エイム終わってんだけど。おー、ちょ、よいしょ。ちょっと、よいしょ。リロードは、まあ、ぼちぼち早い。ちょっと、あ、いや、よいしょ。あ、やばい、眩しい。後ろ向いてたらいいってわけでもないんだね。よいしょ。痛い。リロードさせてくれ。よいしょ。画面、あー待って、それ届かないっしょ。オッケー。よし。マジで当たんない。やばーい。そしたらあれか、あれも試してみるか。なんだっけ、起爆榴弾みたいな。名前忘れちゃったよ、これ。これなんて名前だっけな。マジで覚えてねえんだよな。お前には何が見えてんの、それ。これ起爆榴弾じゃなかったっけ？いや、起爆榴弾合ってるわ。カモーン。そう、こっちよ、こっち。そう。はい、そう。あ、三段、反動でかで、気になるのがさ、何ステップって。あ、ステップそれか。気になるのがクラッチなんだよね。クラッチのさ、あれってどうやってやんの？あ、やばい。あー、ギリ入んないんかーい。あれ、クラッチない？クラッチあるよな。どのボタンだ？どのボタンだ、クラッチ。違うな。撃った後になんかあるわけでもないから。おぉ、勝手に外れてくれる。やべ、流れちゃった。え、クラッチどれ？標準これだもんな。リロード、近接攻撃。これか？バットスリンガー標準って書いてあんな。どれだ？ちょっと待って。ここは。あ、オッケー。で、こうか。ああ、これを使えば抜刀しながら、スリンガーが撃ってるよ。ちょっと待って。ちょっと、よくない。危ない。オッケー。なるほどな。で、他には、これだけ。クラッチクロ発射、スリンガーの発射もできるよと。はい。どうでしょう。オッケー。いや、ハンドでかすぎる。3段1のが、まだいいかもし、と思ったけど。弱っ。カスダメしか出へんぞ、これ。2の方がまだいいな。いや、でも、反動でかすぎるんだよな。反動が。通常弾、速射しといた方がいいかもな。そしたら、貫通弾打ってみっか。貫通弾ならいいんじゃない、結構。どう、反動。あー、オッケー。歩きながら打ってるタイプね。オッケー。まあ、いいんじゃない。眩しいね。眩しいよ。ナイス音。貫通弾だな、やっぱり。よいしょ。はい。
ほいほいほい。いや、でもカスダメだな、ほんとに。こいつちっちゃいからな。全然ヒットしてくんねえ。で、待って、HP がやばい。おい。おい。うわー、フレーム回避できないな。よいしょー。てか、地味だな、こいつとの戦い。絶対落ちる要素ないもんな、こいつに。あ、待って。はい、はい、はい、よいしょーってやって。こうやってやればいいのね。おい。おいしょと。はあ、ははあ、強いな、66ダメージも入んの。よいしょ。さあ、傷ついた頭だったらもうちょいダメージ出んじゃないの？あ、待って、これ3段だ。ちょっと待って。おい。いや、おせえ。マジか。これは？あ、通常弾、あ、レベル2は。20ダメか。通常弾レベル2でもいいかもな。はい。はい。あ、これが一番効率いいかも。なんやかんやで。貫通弾だって。あ、貫通弾も、微妙だもんな。ああ。微妙やな。よいしょ。よいしょ。うまく合ってれば3段の方がダメージ出るか。うまく合ってれば。よいしょ。接近してりゃかわすの余裕やな。よいしょ。いいね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はいはい。うー、怖い。よいしょ。ああ、よいしょ。あ、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 ああ、やばい。ちょっと、やばい。やばい。やばい。ナイス、お供。よいしょ。よいしょ。カースダメ。オッケー、オッケー。え、弱った？早くない？そんな弱いの、あんた。まだ、ね、先っちょしか触れてないんだけど。あ、でもこれで倒せるだろう。ほい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 。はいはいはい。あ、ダメやった。つぶての身に頼るか。はいはい。はいよいしょ。よいしょ。よいしょ。光ゴケ使うか、しゃあなし。光ゴケはスリンガーの弾だ。よいしょ。え、1ダメしか出ねえの、こいつ。それは盲点だったな。そんな、お前ダメージ出ないんだ。え、ダメやん。ちょっとつぶての実持ってこよう。お休み中すいませんね。お口につぶての実詰めさせていただきます。よこしょ。よこしょ。はい。美味しいね。つぶての実美味しいね。はい。ご飯の時間ですよ。はい。どうぞ。はい。はいはいはい。はい。どうぞどうぞ。はい。美味しいね。美味しいね。あー、美味しすぎて。あー、気絶しちゃったね。あー。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。よいしょ。あべ、在庫切れた。ちょっと、補充してくるね。あら、まあ、また寝ちゃうの？二度寝ですか？ご飯の時間ですよ、まだまだ。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。在庫切れでーす。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。ちょっともっと持ってくるね。あら、食べたらまた寝ちゃって。もう3ドルだよ、これで。あ、起きなさい。早く。早く起きなさい。もっと食べなさい。ちょっと、もっと持ってくるね。あら、また寝ちゃって。ダメですよ。はい、もっと食べなきゃ。やばい、在庫切れちゃった。はいはい、もっと食べる。はい、食べる、食べる。もっと持ってくるね。はいはい、寝ちゃダメ、寝ちゃダメ。もっと食べなきゃ。はい、しょ。補充、補充。ちょ、お前、何回寝るでん。お前、何回寝るでん。はよ、食え。はい、どんどん。どんどん。待って、それはまずい。ちょっと待って。じゃ、それはまずい。ちょっと待って。
ごめん、ちょっと、お姉さん厳しく行くわ。うん、ちょっと厳しめに行くね。ちょっと弾も食べてね。はい。よいしょ。はい、食べて食べて。はい、食べてね。もっと食べて。はい、三段なんかもね、はい、もういっぱい散らばるから、ちゃんと残さず食べてね。はい、これ散らばるけど。よいしょ。はい、逃げちゃダメだよ。逃げちゃダメだよ。よいしょ。よいしょ。ああ、おい、もっと食べるんじゃないのあんた。あ、石食ってるわ、これ。壁に頭を埋め込んで石食ってるわ。あ、大丈夫、大丈夫。はい、もっと食ってね。はい。おぉ、てん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 。痕跡、なさそうね。というわけで、あんたにお客さん。よう、頑張ってるな。え、お前誰だっけ？俺たちが痕跡を探して、お子さんごの大地を探索してるって聞いたよ。ああ。で、お子さんごの大地をずっと下の方に正気の谷があることも聞いた。それでは、正気の谷に行くために研究基地を気球に改造しようと思う。機団長さんもこの通り。賛成。なるほど。空からなら正気の谷に行けるだろう。そこでドラマが出るその痕跡を探せばいいさ。改造にはそこの2機団のおっちゃんがやってくれる。俺たちは必要な素材を集めよう。素材集めろってね。学者先生たちが言うにはパウルムっていうモンスターの素材がうってつけだとさ。そっちの資料はお前に任せるよ。俺は別の素材を探そう。おっと、そうそう、これおじいちゃんから預かってきた。お前に会ったら渡せって。こっちに生息するモンスターの素材で作った特殊装具だ。アッセラに少しだけあった、生体サンプルを使って作ったらしい。こっちの操作に役立つだろうってさ。よし、それじゃあやるか。滑空の装備ね。加工屋が使用できるようになった。よし、そしたら装備確認していくんだけど、どう地図薬く先行強化。先行強化初めて聞くっていうか、あれ、ちょっと、どこどこどこ、ここか。発生された先行が聞きやすくなる。そんなスキルあったんだね。で、体術、気絶耐性、攻撃化、睡眠耐性。うん、いらない。で、次持っていく武器なんだけど、そろそろもう一度資料部行ってみるか。初回で使ったんだっけな。はい。待って、でも待って、待って。ゴミの資料部しか作れないかも。あ、それは盲点だった。パウルムの弱点って多分火だよね。レイヤーか。で、しかも途中段階のクルリアックもやんないといけないと。じゃあそしたら今回あとレイヤーかって終わるわ。うん。で、次回パウルムこの資料部でぶっ倒そう。うん。まあ、とりあえずクルリアック軽く葬ってくるわ。おー、導きちゃーん、導きちゃーん、やったぜ。よし、そしたらレイヤーやっていくんだけど、レイヤーに担いでいく武器どうしようっていうね。待って、今使ってないの何段だ？あ、待って、これライトボウガン。あ、これ探索ってこれ含まれないんだ。まあ、太刀と体験は、まあ、散々俺今まで使ってきてるから却下してるんだけど、まあ、ほぼほぼ今平均的に使ってきてるか。そしたら、ガンランスあたり行ってみるか。で、レイヤーの弱点は雷だから、まあこれ作りたいとこなんだけど、めんどいんで、これでいくか。鉱石発生でも、まあいけるっしょ。うん。てか、そもそもレイヤーのクエストあるよな。あ、あるよな、あるよな。はいはいはい。はいはいはい。あれあれ、もしかしてない探索で出会わないといけない感じ、もしかして。ちょっと出会ってみるか。あ、いた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 。ようやく見つけた。結構時間かかったな。よいしょ、オッケー。うん。多分これでクエストに追加されんじゃないかな。戻ってみよっか。さ、どうだどうだどうだ。よいしょい。いないやないかーい。じゃあそしたらもう普通に探索でやっちまおう。うん。行くべ。おったおったおった。
そしたら行くべ。とりあえず、乗りから行こうか。はい。よいしょ。あ、待って、激流打っちゃった。まあいいか。オッケーオッケーオッケー。おー、怖い怖い怖い。危ない危ない危ない。はいはい。はいはい。まあガンランスはね、ある程度知ってるみたいなとこあるから。ちょっと待って、なんか違う。俺がやりたいモーションじゃないこれ。はい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 。よいしょ。はいはい。おう、怖い怖い。まあ余裕なんじゃないかなと思うわけですよ。あ、危ない。危ない危ない。ああ、よいしょ。あ、ダメージはそんなのね。うん。さすがに、もう、レイヤーはいけるね。さすがに。よいしょ。ただ、切れ味が持たないな、ほんとに。おう、怖い。よいしょ。研ぐか、もう。もう早速研ごう。あ、で、そして今回、閃光弾ちゃんと持ってきました。降りちゃった。あ、よし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 。落ちろ。オッケー。はい、しょ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 い、みたいな。こんな感じじゃない。もうひたすらフルバやっときゃいいだろうっていうイメージなんだけど。ああ外しちゃってん。したらクラッチもやってくか。でなるべく上破壊していこう。今回クエストじゃないから多分報酬がね結構少なくなっちゃう気がするから。でついでに捕獲もやってるから、もうできる限りもう一発でね、素材集めちゃいたいからね。はいはい、金継ぎ。はい、バチコン。あー、やばい、危ない。よいしょ。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。そしたら、おいしょ。オッケー。おー、ほい、ほい。ほい、ほい、ほい。オッケー。そしたら、切れ味がオレンジと。オッケー、ぐるぐるしてくれた。オッケー。尻尾いけるのかな？いや、砲撃じゃ多分無理よな。切らなきゃあかんから。きつそうだなぁ。おー、みちびきちゃん。待って、みちびきちゃん。みちびきちゃーん。オッケー。オッケー、そしたらちょうど都合よく飛んでくれてるんで。あー、降りちゃったー。麻痺させるか。あー、待って、届かないか、それ。ちょっと早かったか。はいはいはい。麻痺は失敗だけど、尻尾は狙える。よいしょ。はい、はい。多分これなら切れるよな。はい。ちょっと全然当たんないけど。はいはいはい。ぶっ通しになってこう。いってらっしゃい。あ、無理か。あ、ダメだった。この段差じゃさすがに無理か。あ、待って、待って、そこ、そこ、チャンス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 。よし。オッケー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 。ワンチャン落ちてこないそれ。落ちろ落ちろ落ちろ。オッケーオッケー。はい、待って。はい、はい、はい。はい？はい、はい、はい、はい。あれ違う。あれ違う、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 違う。ちょっと、俺は叩きつきをやりたいんだ。よいしょ、オッケー、乗っていく。
ケー、そしたら尻尾の方に回りまして、どうやったんだ、はいはい、あー切れた切れた、早っオッケー、次は翼やね、よいしょ、はいはい、届け、無理だったあー怖い、まあでも余裕やろさすがにな、陸の女王なんてな、よいしょ、はいはいはい、オッケー、あとできれば翼も壊したいけど、どうだろうな、狙いにくいからな、何せこいつって足狙ってたら転ぶっけ、はい、待って違う、違う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 、なぜなんかやたら砲撃しちゃうんだろうあーがん、ボタンがわからんて、はい、あ、いけたいけた、こうだ、で、こうで、あ、OK、転んだ転んだ転んだ、したら反対側に回って、こっちこっち、ここの翼を壊したい、もしかしてもう壊れてるよりはしないよね、よいしょ、あ、壊れた壊れた壊れた、おお、オッケー、こいつってあと背中ってどうなんだろう、壊れるのかな、熱いな、やばい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 、オッケーオッケー、背中どうなんだろうね、フォーの時は壊れたけど今ってどうなんだろう、壊れんのかな、あーあー、はいほい、あーないないない、弾ない弾ない、あぶねあぶね、あーちょ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 、引かれた、オッケー、はい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 、何の焦げそれ、まあ、いいや、砲撃、はいはい、オッケー、いとわーい、あ、オッケーオッケー、弱った弱った、で、そしたらとりあえず尻尾取ろう、オッケー、トゲかい、あれ、まあ、距離結構レア素材だから、まあまあまあ、よし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 、あれ、今ってさ、もう開けちゃったか、夜ワンチャンさ、虹色くんいない、虹色くん、虹色くんいないか、もう開けすぎちゃってるか、あ、虹色くんいないわ、よし、そしたらパションパション、おやすみなさい、オッケー、そっかこれ探索だからドゥッドゥルドゥ流れねえのか、はい、オッケー、骨取って帰ろう、さ、そしたら資料部屋を作ろうと思ったけど、素材足りるかな、まずとりあえずこれやな、 あのクルリャックの資料部屋を作る、でトゲと広角、もう一回行くか、でワンチャン今討伐したからさ、クエストに出てるとかない、討伐したから、はい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 、ないかい、そしたら次は、チャークあたり行ってみるか、まあ普通に鉱石チャークでいいか、よいしょ、オッケー、いるね、オッケーオッケーオッケー、レッツゴー、よいしょよいしょよいしょ、いってらっしゃい、んー、よっこいしょー、だー、オッケー、墜落、はい、ちょよー、あ、よいしょー、いくぞー、よーこいしょー、ってー、あー痛ーい、いくぞー、どーこいしょー、やばい、あー、よいしょー、いけぜー、だいぞー、いくぞいくぞー、よーこいしょー、だーらー、おー、はい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 、行くぞ行くぞ行くぞ、ほらー、はい、終わってんねー、よいしょ、おやすみ、あむち、おやすみ、オッケー、あー、ぜ、まだまだじゃねーかー、もう一回行ってきます、そしたら次はスラック行っとこう、
さあ、スラークは結構苦手な部類の武器だけど、おっとっとっと、何々、頑張っていくぞ。ああ、はい。どっこいしょい。はい、行くぜ。はい、どん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 。はい、バーゴン。どんどん行くよ。はいはいはい。もう一丁。はい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 。はい、バーゴン。おう、痛い。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと、危ない。危ない。ちょっと待ってね。尻尾だけ取らせてね。尻尾だけ取らせてね。はい、ありがとう。おー、トゲ。あ、オッケーオッケー、トゲ揃った、トゲ揃った。あと、ロゴじゃない。広角。え、運良くね。尻尾取って全部トゲ出てる。めっちゃ運いいんじゃね。はーい、はい。はい、行くぜ。はい、ドド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 。よこっしょー。オッケー。あ、ちょっと待って。はいはいはい。はいはい、はい。だいだいだらら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 バーゴン。あ、弱ったか。はいはいはい。ひるめ。はい、罠設置。あ、まっすぐだ。ポンポン。おしまい。オッケー。よし、そしたら、はい、いけるだろう、もうこれで。オッケー。バルキリリコーダー。あ、合ってる？違う、バルキリコーダーか。バルキリリコーダーじゃねえわ。バルキリコーダー、装備と。で、ところで音色は？音色はどうなんだ？はい。自分強化。自分強化。で、スタミナ、消費軽減、防御症。氷？氷耐性強化、高周波。高周波は多分オート爆弾だよね。スタミナ最大値アップ&回復、毒性系効果アップ。あ、なんか微妙じゃね。あ、で、ついでに防具も見ていくか。多分追加されてるよな。オッケーオッケー。レイヤーヘルム、レイヤーメイル。あー、バイバイ。なんかテンションおかしになってるな。体力増強、食生学、毒強化、毒耐性、体力回復量アップ。頭いいな。体力増強いいよな。序盤結構役立つ。うん。イメージある。あれ、待って、次ってさ、火担いでいくから、バンガの頭いいのか。バンガじゃねえや。じゃなくか。じゃ、これつけ、作っていこう。オッケー。オッケーオッケー。はい。ってなわけで、今回の動画は以上となります。次回、パウル無線。もうね、もう完璧な武器作っちゃったんで、もう次回はパウルム丸焦げ丸ハゲにしていこうかなと思います。はい、もしよければね、チャンネル登録と高評価もぜひぜひよろしくお願いいたします。あと、前回というか、縛り第1弾頭装備縛りもね、やってますので、ぜひそちらの方もご覧になってください。バイピー。